喜三郎は和服と洋服、男性と女性、さまざまなボーダーを超えた新しい着物の表現に挑戦するブランドです。洋服が海外から入ってきた時に、明日からいきなり洋服に変わっちゃうんじゃなくて、まあ、着物の上に着たりとか、まあ、ちょっとずつミックスして混乱しながら生きてる時代があって、そこのスタイルがすごく面白いなって思ったのと、あれなんで今ってこういう風な着方ってないんだろうって思って、すごくなんていうか今の空気に合ってるのにって思って、まあないなら作るかと思いまして、洋服と着物と結構ぐちゃぐちゃに混ぜたスタイルでファーストコレクションを作って、喜三郎という名前がですね、私のひいおじいちゃんの名前なんですけれども、着物に対して独自の考えを持っている方でして、そういうおじいちゃんの話とかを聞いて、私自身がですね、着物に対するイメージがガラッと変わりまして、こんな自由で面白いものなんだって思って、それをまあいろんな人にやっぱり伝えていきたいなって思って、お名前をいただいて喜三郎っていう名前で、現代で着物を自由に着るのを手助けするっていうか普及させています。私的には日本人にもめちゃくちゃ着てほしいし、どんどん世界に喜三郎として出ていって、まあ、イベントやるなり展示やるなりどんどんやっていきたいと思ってます。着物がそうやって一般に普通に着ていいとか普及してったら、私多分やることなくなると思うんですよ。そのぐらいの世の中になったらいいですよね。服とか生地の文化って単純に国ごとに分かれてると思いきや、割とこうつながった世界観があって、それをまあだんだん知っていったりとか、お互いに世界中が相手を知るようなきっかけになるようなものになるんじゃないかってうっすら思ってます。日本人のものを大切にする気持ちだとか、細かいところ、文化的なところをちゃんと伝えていきたいなと思います。